Facebook ライブを使って全世界に向けて発信、ラーメンミュージシャン井手隊長の今3時そうね、大体ね。はい、今週も始まりました。この番組は全国のラーメンを食べ歩くミュージシャン、私井手隊長がサザン、ラーメン、本をテーマにお届けする30分番組です。今日は生放送になっておりますので、Facebook ライブのコメント欄からどしどしメッセージお待ちしております。最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい、今週もサザンファンが集まるバーハッピーエンドから、お届けしておりまして、駒込駅から徒歩5分、北区西ヶ原 1-54-6-2階、霜降り銀座商店街入ってすぐとなります。はい、アシスタントエンジェルちゃんです。よろしくお願いします。冷房病っぽくなってますね。はい夏の終わりの、そう、真夏にですね、はい、うちの寝室の、はい、私一人で寝てるんですけども、はい、寝室の、冷房が壊れまして、はい、うん、そうで、ほらすごい暑かったでしょ、うん、で冷房も非常に売れているらしくですね。そうですね、もう壊れてすぐ次の日に、うん、ビッグカメラ買いに行ったんですけどね、はい、取り付けに全然来ないと。あ、この時期工事の日程がね、そうなんですよ。もう散々何週間もね、うん、もう死にそうになりながら寝てたわけですよ、うん、私は、はい、で扇風機とかこうやったりとかそれでね、8月の中旬前ぐらいかな、うん、にようやく来ましてね、はい、最新型の、もう嬉しくて、はい、もう一晩中つけてたらね冷房病になっちゃいました意味がわからない嬉しくて嬉しくてって何ですか、ね、涼しくて嬉しくてで、まんまともうね、なっちゃいましたけどね今日はちょっと、腹ずに、あ、ソフティーな感じで、あ、ソフティーな感じで今日は話し方の先生が来てるからさ、あ、おー、力強 いですね。そういう意味ではね、はい、どういう風にしたら喉のケアとかもさ、そうですね、教えてもらおうよ、はい、ね、ということでございまして、はい、平成最後の夏の最後の放送ですよ、うんうん、今日は。おお、どうですか、 そこで冷房病、うん、平成最後の夏そうですね、もうみんなこのね、まあ、この間のライブでも言ったんですけどね、はい、ほら元号が終わるって予定してないじゃないですか、基本的に、うん、初めてのことじゃないですか。元号が終わりますと、終わります、はい、だから平成最後の夏っていうのはなかなか表現としてはあんまり慣れないなと思ってるんですよね。うーん、すごい節目ですよね。ね、なんで夏だけこんなに言うんでしょうかね。あ、確かにこっから全部ですもんね。5月31日に平成最後の春って言ってた人いました、一人も、一人たりともいない。いや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 、なんで夏だけこんな言うのか、これから秋が始まるのか、ね、夏だけですよ、夏休み、謎ですね、ゆえの、ね、まあでも明日で夏終わりみたいですから。そうです ね、平成最後の夏いかがでしたか、ジェレンさんは。平成最後と言われるような何かは特にしなかった、ね、特にしなかったけども、うん、健康に無事終わりました無事終わった無事終わりました。平成最後の夏を終わろうとしている、はい、はい、ということでございましたね。慣れませんけどもね平成最後の夏の放送を今日も盛り上げていきたいなと、小声でソフティーで面白いね、いいですか、はい、はい、ということで、いつもはここで本のコーナーなんですけど、はい、今日久しぶりに、お、著者さんですから、お、イエスと、久しぶりですね。ドンは後回しでね、はい、ですよ。ということで、はい、今日のゲストをお呼びしましょう、はい、今日のゲストはフリーアナウンサーの五戸美希さんです。こんにちは、よろしくお願いします。大将、エンジェルさん、よろしくお願いします。どうもどうも、失礼いたします。どうぞどうぞ。失礼いたします。五戸美希さんです。こんにちは、五戸です。今日アナウンサーさん来ちゃいましたから、はい、すごいですね、まあ、アナウンサーって言ってもあのラジオの方なんで、いやいやいや、ね、世間的には誰って感じなんですけれども、いやいやいや、でもラジオのアナウンサーだからもう声一本でもやってるわけですから、はいはい、そうです ね、声が良くないとね、うん、あの声が出ないラジオのアナウンサーはゴミ箱と一緒だって言われて育った。ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。俺ゴミ箱ですよ。いや
違うんですよ、うん、そうじゃなくて、うんはい、たまにねなんかこう酒焼けとかでね声が出ないアナウンサーとかでたまにいるんですよ、はいはい、そのラジオ局でも。そうするとあのそういう風にいじられて、あなた声だけで食ってんだから、そうだからもう声をこわすなっていう風に注意をされるんですね、うん、いっていう意味ですよ、はい、体調の話じゃないゴミ箱状態です違う違う。あと私のインスタライブでもそうそう、はい、生配信をしておりまして、皆さんこの辺ファンの皆さん見てますか、斬新ですね。こっちが今さんカメラこんにちは、あっちがゴノちゃんカメラゴノちゃんカメラはい、ちょっとサンダさんもうちょっと気持ち近く来てもらってもいいですか、多分声が入んないと思うんで。ゴノちゃんカメラの緊張感が半端ないですか、大丈夫ですか。そうですね、今日そんなにそろそろ歩かなくても大丈夫ですよまさかの今日あの大人の方があの2人も来てくれて付き添いにみんな声を潜めてますけど、はい、大丈夫ですよ、多少、まね、私が変なこと 言わないかを見張ってらっしゃるんですねきっとねすぐ喋りすぎちゃうから、はい、ということで、はい、ゴノヘさん本を出しましたで、はい、人前で輝く話し方、はい、ね、出てますよ、輝いてますよ、うん、もうあのとにかくタイトルが目立つようにということでですね、この出版社はね、はい、箔が好きですからねよくご存知で知ってますか、気合が入ると箔が入ると、気合ないと入れませんから、気合入れていただいたんだなって、金かかってますありがたい、ね、もっと売らないと。これ初めての本ですか。はい、もう人生初めての本です。隊長、読みいただいて。いやいや、もう読みましたよ、ありがとうございます、ね。今日はちょっと多少声がソフティーですけど。ゴノヘさんが出てきたらちょっと張るよね。いい声です。はい、これ書いたきっかけとか聞いていいですか。あ、これはですね、はい、私から出版社に売り込みました。お本書かせてくれって、ね、そうですこのなんかまとめたかった。あ、そうですね、あの日刊スポーツでずっとコラムを書いていて、うん、で書くのも好きなのと、はいはい、あとこの自分の本の中にも載せている筋膜リリースの著者の武井仁先生と前に番組で一緒にご一緒した時からあの仲良くさせてもらっていて、うんうん、で武井先生に出版社の方、その武井先生が出している本の出版社だから自由国民社ですね、はいはい、ここの編集長を紹介していただいて、はいはい、で編集長に私も本が書きたいんですってお願いしますと、はい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 、プレゼンしました、はい、そしたらいいねって、じゃあその時の話し方もじゃあ成功したわけだおそらく一応、はい、ちょっと手土産持って、なるほど手土産付きで叶いました。はい、ゴノヘさんは、はい、元日本放送のアナウンサー。そうです、 AM1242 今ね出てらっしゃる浜松町とは、はいはい、裏の本局になりますけれども、別に ないんですよ、別にあるそういうなんか癒着はないんですよないです私は、はい、ないですけどね、はい、そうなんですよ。じゃあもうずっとじゃあ ラジオでやってきた、はい、声一本で。そうですね、うん、基本は日本放送に新入社員で入って、うん、で7年ぐらい日本放送で局アナとして働いて、うん、で今フリーになって3年目なんですけど、うんうん、フリーになった直後はあの MX で私ちょっと番組をやってたので、はい、画面に出る自分を気持ち悪いなと思いながら、そうか、そこで急に画面に登場したわけですそうですよ、はい、だから本当すいませんって感じでした。もう目線とかどうしたらいいか分からないし。もともとラジオ志望だったんですか。もともとはアナウンサーだったらどこでもっていうので全部受けました。全部受けた、はい、そしたら日本放送が拾ってくれたと。そうです、うん、日本放送に最初に拾われて、はい、やったーって言って就活終了どんな番組をやられてたんですか。いろいろやりましたね、うん、スポーツだとショーアップナイターっていう野球中継がありまして、ショーアップナイターって、はいね、いいですね。もう言えってもう言えって見てるか一言あり、もちろんですね。あ、そう、野球の話させたらもうね、はい、この後全部野球の話になっちゃうんですから僕はしません置いてきもらそうですね、はい、確かに30分しかないですよね、はいはいはい、あのスタジオの方なんですけど、はい、やってたりとか、うん、あとまあ有名人だと小坂大魔王さん、小坂大魔王、はい、まだピコ太郎のプロデュースする前の小坂さんとご一緒させてもらったりとか、三宅裕二さんの番組でちょっとアシスタントさせてもらったりとか、はい、まあ、有名人だとそんな感じですかね、うんうん、はい、そしてフリーアナウンサーになって、はい、この本をまとめたわけですけど、はい、これはどういうところで学んだ話し方ってことなんでしょうか。
これもまさにラジオで学んだ話し方ですね、うん、もうラジオの話なんじゃないかってぐらい、うん、見た目は気にしなくていいですって書いちゃいましたから。なるほど、見た目は気にしなくていいです話し方でいいですと。話し中身が重要だよみたいな、うん、まあ、見た目もね多少大事ですけれども中身が重要だよみたいな。話し方に困ってる人ってのはやっぱ、はい、多いっていう感じですか。そうですね、私今トークレッスンと題して教室をやってるんですけど、うんうん、もう駆け込み寺みたいな感じですね。どういうお困りの方が多いんでしょう。プレゼンをすることになってしまった、うん、人前に出たくない、うんうん、あるいは急に、来週朝礼の当番が回ってきたどうしよう、結婚式でスピーチをすることになってしまったやりたくない、ね、うん、苦手やりたくない人前に出たくないみたいな方々が慌てて検索して私のところに駆け込んでくるいらっしゃる方多いですね。じゃあもともとそのなんか話す内容とかっていうよりも、はい、もうその人前に出て話すのがもう嫌だという人がもう大半という方は多いですね。もありますし、うん、あとは内容が考えられないとかもあるし、考えられても緊張しちゃって上がっちゃってパニックになっちゃいます、うん、みたいな方もどうするのがいいですか。これはですね、来週もう話す、はい、来週例えば月曜日にもう、はい、話さないといけないとなったらどうすればいいんですか。まず内容を決めますね。内容決める、はい、内容を決めます、はい、それでおしまいってなっちゃう方がすごく多いので、うん、本にも書きましたけど声に一回出して練習しましょう。声に出す、はい、うん、で今スマホで簡単に録音できるので一、はい、回録音しましょう、うん、録音ポチッと押すだけでピリッとした緊張感が出る。録音ボタン押す、はい、変わりますね。ここに向かって喋る、ここに向かって喋るとみたいな感じになりますから大体、はい、それで一人リハーサルができるわけですね、うんうんうん、本番のように喋れるもんですか、ここに向かって。あ、最初できないので、うん、やっぱそれあダメだったなって思ったら一回止めて、で一回聞くわけですね、うん、で自分でああすればよかったこうすればよかったってのを思うので、うんうん、でもう一回内容をちょっと考えて、でもう一回録音ボタン押してリハーサル、これが2回ぐらいできれば、うん、来週の月曜日は今までよりも断然楽になるはずです。録音するんだ、はい、録音はでかいですね。されますか。されます。おお、そうね、なんか全然気づいていなかった自分この発音変じゃねみたいなやつとかあったりするじゃないですか。はい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 、私ちゃって言えてなくないみたいな、なんかそういうやつとかがやっぱりね、プレゼンとかするときに多分聞く側も気になっちゃうんじゃないかみたいなポイントが発見できたりしますよね、客観的になれますからね。録画、ね、はね、録画でもいいんですけどね、はい、録音だとよりあの中身に、ね、集中して反省できるので、もう一回聞くっていうのはねだいたい嫌がりますから ね、でもこう番組とかも僕もこうアーカイブで見るとね早口なんだよね俺。それは反省してるんですよ。あ、こう30分にしないといけないみたいなのがあって、早口なんですよね。これでも体調は、うん、その自分で反省してらっしゃるからどん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 良くなってるわけですよ。多分声とか最初と違くないですか。あ、どうなんだろう。1本目の配信の時と多分あのより良い感じになってらっしゃると思います、うん、これ全然反省しない方っていうのは、うんうん、あんま上手くならないっていう方多いですからね。そうなんだ、まあ、そのあんまり聞かない。すっごい天才的な方は全然振り返らなくても反省しなくてもどんどんうまくなる方っていうのもいらっしゃいますけども、まあ多くは自分を見て変だなって思って直していくわけですよね。なんだろう、石原さとみさんとかすっごい綺麗になったじゃないですか。出てきた時はね、なんかもうちょっと田舎っぽい感じだったって言ったら、その悪口じゃないですよ、決して悪口じゃなくて、オーディション受かったばっかりの時はあ、この子なんだみたいな感じがあったのがどんどん綺麗になっていくのはですね、あれ人に見られるから綺麗になるってよく言われますけれども、人に見られるからじゃなくて映っている自分を見るから綺麗になるんですね。おー、意外と映ってる自分を見て、うん、あ、ここの化粧変だったなとか、ここの表情目線変だったなみたいなのをどんどん修正していくので、声も一緒ですね、うん、一緒だ、トークも一緒ですね、うん、コメント来てますか。コメント来てます。お、行きましょう。大野孝子さん、こんにちは。孝子ちゃん、こんにちは。大野孝子さん、こうた、こうたさん、お、泥棒日記、ありがとう、ありがとう。久しぶり来てみましたよ、泥棒日記。これ、ね、泥棒日記、これ何周年、30周年かな、久保さん来てた時やつね、久しぶり。先生いつもすごいですね。はい、米谷さん、今日のお客様はフリーナアナウンサー五郎辺美希さんだって知ってる方。本当ご存知で、ラジオ聞いてる方かな、ね、聞いてくださってるのかな聞いてくれると嬉しいな。
やっぱりあれですか、ほら、はい、ラジオとかその声だけだと、はい、表情は見えないじゃないですか。そうですね。その辺はやっぱりだからテレビでしゃべこういうなんつうの絵がある時に喋る時よりも、はい、なんかこうオーバー目に喋るんですか。そうですね、喋り方はまあそんなに変わらないですね、うん、でもなんかそのラジオならではの教わり方っていうのはあるんですか、はい、ラジオならではっていうのはもちろんたくさんありますね、うんうん、やっぱ内容を自分で考えないといけないので、うんうんうん、そこが大きいですね。そのテレビのアナウンサーも内容を考える自分で考える時いっぱいありますけども、うん、基本的にやっぱカンペが出るので、うん、カンペを読むっていう仕事になるんですよね。そうするとやっぱ内容を考えなくなっていくので、うん、ここに出たものを言おうと出たものをきれいに読むっていうのが大事なお仕事だし、それがパッと読めないといけない仕事なんだけれども、それを読むっていうのが最重要事項になってしまうと考えなくなる、うんうん、考えなくなると人ってどんどん考えなくなる、おうおうおう、ね、おう本とか歌もそうですよね、歌ってないと歌えなくなる、うんうん、ラジオのアナウンサーっていうのは基本的に原稿がないので、うん、考えないと喋ることがないんですよね、うん、なるほど、はい、だからそこが一番大きな違いだったかなと思いますね。そのなんか発想みたいなのはトレーニングしてるんですか普段。発想はそうですね、もう会社相手から毎日のようにやっぱり、うん、怒られるというか、まあ、ご指導いただく、その本当会社員だったからそれ良かったんですよね。それ新入社員に対してみんなが教えてくれるというか、まあ、みんなに怒られるんですけど、うん、みんなが言ってくれるので、その入りおかしいよ、それまとめになってないよ、そこはオチがついてないよってみんなに言われて、うん、あそうかっていうのでいっぱい直したりして、で、あ、結論先に持ってきた方がいいなとか、うん、大事なところ先に最初に持ってこようみたいなことをどんどん学んでっていう感じですね。フリートーク力ってどうやってつければいいのかしら、はい、フリートーク力ポーンってなんかこう入れられて、はい、フリーに話してくださいっていう、これは何にも準備しないで行かなきゃいけない時と、うん、準備できる時とで分かれますけど、うんうん、準備できない時は短く思ったこと喋っちゃう、それから説明を足すですね。うーん、初めに、はい、言いたいことを言う、タイトル的なこと言っちゃって、うんうん、パッて思いついたこと言っちゃって、それから足していく、うんうん、大体ああでもないこうでもないって言ってる間に何の話か分かんなく、うん、なりますよね。だからさっきの隊長みたいに冷房病がさって先に言っちゃう、で説明を出されていくから、うん、やっぱお話うまいなと思って聞いてました。結局でもなんかこうメールがどうとか LINE がどうとかさ、はい、スマホがどうとかって言ってますけど、やっぱ話す機会ってありますからね、多いですからね。話すことからは逃げられないですね。逃げられないですよね。どんなデジタルの時代になっても、うん、結局人と人は話さないと、うん、メールでいい感じだったのに会ってみるとあれみたいなこともあります。逆もありますしね、うんうん、メールの印象はすごい冷たい感じだったけど会ってみたらすごいいい人だったから一緒に仕事したくなるっていう、あるでしょう ね、たくさんありますよね。うんうんうん、五戸さんから見てこの人はトーク力すごいなって、話し方すごいなって、今まで。そうですね、私皆さんが、そうですね、うん、私が3本の指で言うと上柳正彦アナウンサー、はいはい、笑福亭鶴瓶さん、そしてオードリーですね。おお、なんかだいぶ違う。すいません、3人お三方ともあの日本放送のパーソナリティなので、うん、もう私離れてるのにすいませんって感じなんですけど。いやでもだいぶ違う感じのテイストですけどね、うん、上柳さんはもう確かに、まあね、ショーアップナイター聞いてたらもう、はい、あ、ショーアップナイターはあんま出てないんですけど、ね、ね、はい、あれの聞いてたらね、はい、今は朝の番組を、朝4時半からの番組をやってて、ちょっと今手術で入院してるんですけど。鶴瓶さんとオードリーはどういうあれでしょうか、はい、鶴瓶さんは、うん、全然何も考えないで面白いこと言える天才だと思うじゃないですか、うんうんうん、あの人めちゃくちゃ努力型なんですよ。努力型、鶴瓶さんが常にネタ帳を持ち歩いてるんですよ。はいはいはい、あの鶴瓶師匠がですよ、うんうん、あのもうそんなに努力しなくても十分財産あるであろう鶴瓶師匠がですね突っ込んでくださいね。そう思います。突っ込んでください。そう思います。常にネタ帳を持ち歩いていて、普段気になったこと書いてるってことですか。ちょっとあった出来事をこれ使えるかもって思ったらすっごい詳しく書いてるんですよ、うんうんうん、いつどこで誰と何で会ってそこで何があったかっていうのを
メモ書きってよりも本当にそのまま喋れるようにネタとしてそこでその場で常に書いていて、で自分が喋るっていう時はそこから選んでいて、喋り終わったら今日何を喋ったかまたメモを取ってらっしゃる。あとは今だと A スタジオとかもゲスト出演される前にすごい調べてる、すっごい調べてらっしゃいますね。その人の曲全部聴いて、聴いた感想も書いてる。あれはねできないですね。ずっと取材してるような感じなんです。すごい。でまたゲストも喜びますしね、自分のことこんなに調べてくれたっていうので。スタジオのあのあれ語られたらちょっとね、その全然なんだろう、ゲストのこと調べないパターンのパーソナリティの方もいる、うん、例えば今一緒にやってるピスト西澤さんとかは調べない派なんですよ、うん、その場であったインスピレーションをすっごい大事にされる方なので調べない派なんですけど、私は調べないと何も出てこない方なので、うんうんうん、鶴瓶さんに学ぼう、鶴瓶師匠にすっごいあの教わりました。なるほど。オードリーさん、オードリーは私あのオールナイトニッポンのファンで、うんうんうん、自分もあの極アナ時代にちょっと出させてもらったことがありまして、うんうん、もうそれがすごい思い出なんですけど、あの人たちはフリートークで40分オープニングトークを喋るんですよ、うんうん、あれはなかなか普通はできない。引き出しの多さなんですかね。引き出しの多さと、あとふざけ方がうまいですね。あ、すごい。ちょっとエンジェルちゃんこれ歌ってみてよみたいなことを急に振るんですよ、はい、若林さんが春日さんに、うんうん、なんだろう、メイク室のことをメイキャップルームって春日さんが春日語で先週喋ってて、はい、で若林さんが急にちょっとお前さメイキャップルームで一曲歌ってよって歌わせる、うん、でまたそれが面白いんですよ。即興力と、あと自分のフリートークコーナーはその1週間であった一番面白い出来事を20分ぐらいの創作落語みたいにして喋るので、うんうんうん、この即興力と準備力ともう両方備わってるオードリーはすごいですね。そうか、まあ、若林さんも読書家ですからね。そうですね、またエッセイ本出されて、ね、春日はライオンズファンですからね。そうですね。卒業しちゃったね。それはよくわかりませんけど。あれですからね。そうですね。じゃあ、まあはい、あの五戸さんが、まあ、この本にもいろいろエッセンスは書いてありますけども、はい、ギュッともう今日からやってみようみたいな、はい、簡単に誰でもできる、はいはい、明日への第一歩を踏み出せる、そうですね、なんか一個。じゃあ声の話で、はいはい、声はですね、はい、日本は本当も作った声でいい声にしようみたいな文化がすごく今強い、うんうんうん、自分の声じゃなくて、うん、あの低い落ち着いた声でプレゼンしましょうとか、うんうん、女性だと高い声の方が可愛く聞こえますよとかがすごく多いので、あれ嘘なので嘘はいもう皆さんあの信じないで、そこをとらわれないでほしいんですよ、はい、それがすごく今一番言いたいことですね。それぞれ持っているもともとの声っていうのがあるので、うんうん、作った声っていうのは信用されませんので、もともと持っている声を生かしてほしい。美化する。声優とは違うぞと。声優さんも地声を鍛えないとキャラ声っていうのは生きないですね。なるほど、はい、そうじゃあ無理してもダメだよと。無理するっていう、まあ、鍛え方もありますけれども、うんうん、例えば私がこの声をこのぐらい低くして言うこともできなくはないんですけれども、うんうん、すごいなんかこう苦しくて怪しい感じがすると思うんですね、うんうんうん、逆にこの声をこのぐらい高くして言うこともできなくはないんですけれどもうん、うん、なんかすっごいあざとい感じがすると思うんですよね。あざといそれぞれ持っているもともとの声、うん、一番出しやすい声っていうのがあるので、うんうんうん、それを見つけるっていうのが、ああ、どれが一番聞きやすくて自分らしい声かってことか。はい、なるほど。なのでそれの一つとして筋膜リリースを、うん、はい、提案してるので、うん、ちょっと一個一緒にやってみたいと思います。はい、やりましょう。
ですね、この唇の上唇と下唇のつなぎ目のポイントに細かい表情筋がこうやって集まってきているので、うん、ここをグッと持ち上げるってことをやります、うん、両顎を下に乗せましてです、うん、あ両顎に両手を乗せまして、はい、このポイントのところを持ち上げます。持ち上げる。そしてそのままこめかみに持っていきます、うん、そんなに持ってくる。グーッとこうです。あ、こめかみってこと、うん、はい、間違えた。グーッとメガネがあるとちょっとやりづらいと思うんですけど、うん、はい、本当だ、メガネ、うん、これをこのままぐーっとこめかみに持っていく。こめかみに持っていく、はい、筋膜リリースしたこれぜひ隊長は後でメガネ取ってやってみてください、はい、あ、うん、ありがとうございます。筋膜、はい、まあ、動かす筋膜だけではないんですけれども、うん、こうやってこうやってグーッと一緒に両手で左右同時にやることでですね、うん、はい、うん、左右のバランスも良くなりますし、うん、表情筋動きやすくなるので、うんうん、声は楽に出せるようになります、うん、ワンポイントエッセンスでこれやってみようと。はい、喋る前にやるだけでもちょっと違うわけ。これあとは朝起きた時とか、うんうん、女性だと化粧水の後とかに習慣づけるようにすると、うん、髪癖とかでできた左右のよれが均等になるので、うん、声はちょっと楽になりますね。やりましょうやりましょうよぜひいいですね、うん、ワンセット朝。そして自分の声を見つけましょうと、はい、いうことですね。他にもいろいろやり方を載せてるので、はい、本を開いていただけるとぜひ読んでみてください。フライヤーさんに載せていただいてですね。あ、フライヤー、そう、フライヤーのサイトで、はい、五戸さんが喋ってる音声が、はい、ね、ようやくの朗読 を、はい、他の本はあの AI の声で、AI が読んでますけどね、はい、ナレーションをされてたので、五戸さんの本だけ五戸さんが自分で読んで、ぜひ私自分でやりましょうかなんて言って読ませていただいたので、ぜひお願いします。ぜひ書店さんで、はい、ぜひチェックしてみてください。ありがとうございます、はい、じゃあラーメンいきましょう。ラーメンのコーナー、はい、今日のラーメンはこちらです。ドン。はい、今日は、神田小川町にできました長尾中華そば神田店さんなんですけどね、津軽煮干しラーメン店、青森のご当地ラーメンがあるんですけど、はい、なかなかこっち出てこなくてですね。そうですね、そうなんですよ、結構歴史の古いね、はい、ラーメンなんですけど、なかなかこっちに出てこなかったんですけど、ついに長尾さんが立ち上がりまして、お、店作っちゃいましたよ。あ、こっちでまあ、凪とかね、うん、結構煮干しブームドーンと来てるんですけど、もともとこの津軽煮干しラーメンに影響されてできたお店っていうのは結構多いんですけど、なかなかその青森の店が来ることはなかったんですよね、うん、期間限定とかでしたよね、前。そうなんです、今度はついに店出しちゃったの。うわー、やったー。これがね、あっさりってやつで、もともとその青森の津軽煮干しそばはあっさりスープなんですね、はいはい、澄んだ感じの、うん、ね、うん、でこれをね、これこそ東京にはなかなかないんで、まずはこれ味わってほしいんですけど、煮干しに中毒になってしまった人はこちらもう一回ですね、煮干し中毒になった方は、はい、こちらの極煮干、極煮干、もうセメント色ですよこれはすごい、こうなりますね。極煮干ですね、多分ね。まずはあっさり食べて、あっさりでもかなり煮干しの感じはありますんで、それを味わっていただいて、もう煮干し中毒、煮ボラーの方は極煮干に行ってみていただくと、極煮干系のこういうのも青森にはあるんですけどね、どちらも青森のご当地ラーメンなんでね、長尾中華そばさんでぜひ試してみていただければと思っております、はい、できたばっかりですね、わ、小川町、行かなきゃ、ぜひ行ってみてください。よろしくお願いします。じゃあ生歌いきましょうか。わ、はい、生歌のコーナー、じゃあ準備します、お願いします、はい、いやー、まさかのリクエストをね聞いていただいて、今日は五の部屋だからリクエストなんですけど、新曲ですよ。そうですね、新曲、ゴグニボが頭に残っちゃって、ゴグニボが衝撃的すぎたなんか異国の言葉っぽくて面白い。そう、ゴグニボだと思ってたんだけど、ゴグニボらしい、ゴグなんですね。そう、じゃあ今日は、桑田さん、サザンか、サザンの新曲の、はい、戦う者たち愛を込めて
歌ってみたいと思います。皆さん、今日ずいぶん静まってますね、今日ね、ギャラリーの皆さん。全員携帯持ってて怖いですけど、ね。撮ってるっちゅうんで。行ってみましょう。はい。はい、悪魔が俺に囁いた。この世は全て裏表、嘘と誠の馬鹿しい。一か八かの勝負時、いつもあいつが現れる。悪意のドア閉じ開けて、心の隙間に忍び、人を受け落としてやり得ることが人生さ。それを許さず穴が開いてにはやられる前にやるのが人気だろう。それに魂の身を解く口、にしみが俺の孤独を憐れんで、振り返ればそこに長い影。道に倒れた人を踏み越えて、見据えた今日へと日が走る。さあおいで、I'm sorry.
しゃべりの声と本当変わりますね。いや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 。モノマネ王座優勝ですね。モノマネ王座出ていいですか今から。ぜひお願いします。今更。ぜひ。今更出ていいですか。いやーすごいわ。しかも新曲リクエスト聞いていただいて、あパチパチパチ来てますね。レイジさん列車の中で見てます。列車って。列車って久々聞きましたね。電車じゃない。電車じゃなく鉄道でもなく、ね、一両じゃないと列車って。原正彦さん。原先生。会長の声通りやすいですよね。本当？今日は何？今日はゴミ箱隊長です。ゴミ箱じゃない。修行します。違う。それはみんなすぐ使う。はい、レイジさんパチパチパチありがとうございます。京子さんありがとうございます。嬉しいですね。じゃあもう一度じゃあ告知をお願いします。あはいありがとうございます。はい、人前で輝く話し方自由国民社から絶賛発売中です。うん。ようやくがフライヤー様様に掲載されまして1位になりましたかね。いやびっくりしました。この本が何かの1位を取る日が来るなんて、よかった、ね、この私の怪しいこの顔がダメなんじゃないかなって思ってたんですけどとりあえず1位取ったからこのままいけるかなみたいな、はい、ここからもう気持ち巻き返していきたいと思っておりますので、よろしければお手に取っていただき、フライヤーを見ていただき、ようやくの音声も聞いていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。小野辺さんは今、はい、レギュラー番組的なものは、レギュラーはですね、はい、この後1時間2時間ぐらいで始まるんですけど、はいはいはい、あの J-WAVE のグルーブラインという、はい、夕方の番組で、5時40分ぐらいからミンミンダハクイズマスターという、コーナーを持っております。はい、あとはアベマ TV にできたラジオチャンネルで、うん、はい、毎週金曜日の夜9時30分から A 声という生配信をやっております。よろしくお願いします。はい、あと9月9日にですね、はい、すいませんもう一つだけ、9月9日日曜日のお昼1時から、はい、私が普段やっているトークレッスンを生配信するという、うん、おすごい、大学の講義を行うことになりまして、大学の講義はい、通信制大学の講義でトークレッスンをするのを生配信するっていうことをやるので、うんうん、よろしければ私のブログを見てください。よろしくお願いします。お願いします。はい、ジェルエンさんの告知は、はい、はい、じゃあその生配信の後になりますかね、その9月9日の夜に、はい、元八幡のあれですね、大御所ですね、もうルート14、はい、ね、もう老舗です。そこで、全然どっちでもないんですけど、昭和53年間市川市出身っていう縛りの、うん、ライブのコーラスをやるんですけど、うん、53年でも市川市でもないんですけど、うん、コーラスで入ってくださいということなので、そちらに出させていただきますので、よかったらいらしてください。はい、ね、はいはい、深井手カフェのお知らせです。はい、9月20、先週ありがとうございました。あ、突然ギダユさんから、ギダユさん6周年もやりましたけど、ありがとうございました。はい、9月24日月祝武蔵小山アゲインでゲストが宅間仁さんと安内陽子さんです。それから今日お昼に発表になりましたけど、10月21日日曜日は茅ヶ崎行きます。茅ヶ崎のレモン、はい、素敵なライブハウスですよ。ゲストが成田明彦さん、平松やっちーさん、これも面白いですね。成田さんのドラムとやっちーさんの歌と、スタート意外と早めですね。いいですね。早めですよ、うん、あ、いいですね。茅ヶ崎楽しめる、はい、はい、ハッピーエンドからのお知らせです、はい、ハッピーエンド3周年記念 T シャツ限定発売、申し込み受付中、これ明日まででしょ。そうです、明日まで、はい、1枚2000円、はい、SMLXLXXXL 分かんない分かんないってなんですか店頭ホームページ各種 SNS 明日までですね、はい、はい、で、サザンセッション会が9月7日、うん、19時オープン20時セッションスタート、各パート大募集、来週末かな、来週末、はい、やっちゃいます、はい、2000円ワンドリンク付き、はい、9月15日土曜日19時からサザンアコースティックナイトで、19時から21時でドラムギターレッスン、レッスン料30分500円、21時から23時まで弾き語りタイムということで、ドラムギター習いたい人ですね、はい、これは若者限定。9月16日、13時から若者の広場3、20代30代限定オフ会でございますね、はい、若者割引あり、カラオケタイム、ゲームタイムあり、そうですね、はい、そして10月5日、はい、ハッピーエンドの3周年記念ライブが そこ、駒込ワイヤーホールでやります。とわさん、けいすけさんがゲストで、ジェルエンさんもコーラスで出ますんで、はい、お邪魔します。5本決めやらないようなマニアックセットリー、2時間たっぷり
はい、お申し込みはホームページ、Facebook、Twitter よろしくお願いします。はい、はい、ね、筋膜リリースやろうぜ。はい、はい、覚えた。あ、いい感じです。覚えました。覚えたね。いいですね、これワンセット、ワンセットいい感じですよ。はい、1日3回3セットやっていただくとよりいいと武井先生が言ってました。なんか武井先生の話ですよね。武井先生これちゃんとありがたいです、はい、自分の本だけど武井先生の話とイケてるボイスになってくださいね。話し方困らない人いないですもんね。本当だよ。いや、もう私も常に勉強中、まだまだ勉強中なので、はい、また磨いていろいろ、またぜひ遊びに来てください。はい、またトークのネタを仕込んでお邪魔したいと思います。お願いします。はい、ありがとうございます、はい、来週のゲストはサザンオールダーレンズのボーカリスト、はい、宇田川会長です。お世話になってます。怒られないようにしなきゃ。怒られだらけ、ね、はい、セッションもやりますんで、はい、楽しみにしててください。はい、はい、ということで今日のゲストはフリーアナウンサーの五ノ辺美樹さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。アシスタントの前日さんでした。そして私出隊長でお送りしました。ではまた来週、バイバーイ。